11月19日金曜日の全国の天気をお伝えします。西東日本では日差しが届き穏やかな天気です。北日本は前線低気圧の影響で天気下り坂、東北北部や北海道日本海側を中心に雨が降り出し、強い雨や雷雨、突風、ひょうなどに注意が必要です。沿岸では強風や暴風にもご注意ください。気温を見ていくと東京は18度、大阪19度と昼間は過ごしやすい体感です。北日本も昨日よりも高め、秋田は17度、札幌14度です。ただ夕方以降ぐっと冷えますので暖かい服装でお過ごしください。沖縄は今日も雲の多い空です。雨がざっと強まることもありそうです。夕方以降は西東日本など広いエリアで部分月食を楽しむこともできそうです。アプリウェザーニュースでも詳しいお天気を見ることができますのでぜひお使いください。